この家には幽霊が出る。それはもう知ってる。毎日壊れた皿を見つける。毎日血の刻印も読んでる。でも他の場所がないから、この幽霊と私は友達にならなくちゃ。一人で全てはできないんだよ。それはもう知っているよ。この人が大嫌いけど離れられないよ。さあ友達にな。人生は不公平でしょ。選択肢のない僕は思ったように逃げるから、この世界のその世界の一番は人間と幽霊友達だ。人間は大嫌いな。僕は勝手に見てないんだから、苦しい現実が怖くて、バカな人たちは僕の歌も嫌いだから、寂しさが嫌いな。人が見られない、聞こえないことも悲しい。寂しいじゃないね。人生